こんにちはエマです今日は N3 文法の「だらけ」という文法について説明していきたいと思いますでは早速授業を始めましょうはいではまず「だらけ」の使い方について説明したいと思います だらけというのはそれでいっぱいだそれがたくさんあるという意味ですそして前には名詞が入ります名詞プラスだらけです虫だらけ埃だらけ犬だらけ傷だらけのように前には名詞が 入りますそしてその前のものその名詞のものがたくさんあるそれでいっぱいであるという意味です、OK、ですかはいでは早速一緒に例文を見ていきましょうでは1つ目の例文ですうわっ泥だらけじゃない。 どこで遊んできたの？2つ目の例文です。数学のテストはやっぱり間違いだらけでした。数学のテストはやっぱり間違いだらけでした。では3つ目の例文です。授業に失敗してしまって借金だらけです。授業に失敗してしまって借金だらけです。 では4つ目の例文です最近掃除をしていませんからほこりだらけです今例文を聞いてみてどうでしたか使い方わかりましたかこの「だらけ」という文法のポイントが1つありますそれはマイナス の表現であることです。だらけというのはマイナスの表現です。絶対に、えー、マイナスの表現ではありませんが、ほとんどマイナスの表現をするときに使います。例えば、さっきの例文です。わ、どこで遊んでたの泥だらけじゃない。泥だらけっていうのは、 うん、あまりいいイメージではありませんよね。泥で汚いとか汚れているとかちょっとマイナスのイメージがあります。このようにだらけはほとんどマイナスの意味で使われます。だから前に来る名詞は、うん、あまり良くないイメージの言葉が入ると思います。ですから前に来る名詞は 例えば、誇りとか、虫歯とか、間違いとか、あと、泥とか、汚れとか、傷とか、どっちかというと、あまり良くないイメージの言葉がよく入ります。あと、もう一つポイントがあります。〜何々だらけは、前は絶対に名詞が入ります。 だらけに似ている文法がありますよね。皆さんわかりますかそれはそう、ばかりですよね。何々ばかり。ばかりの時は、前に名詞も来るし、動詞も入りましたよね。食べてばかり、飲んでばかり、寝てばかり、 のように動詞のて形とつながりましたが〜何々だらけは前は絶対に名詞が入ります。ばかりのようにて形とつなげることはできません。寝てだらけとか食べてだらけとかそれは使わないので注意してください。はい、では 今日の授業をまとめていきましょうはい1つ目は「何々だらけ」というのはそれでいっぱいとかそれがたくさんあるという意味でしたねね二2つ目は「だらけ」を使うと基本的にマイナスの表現マイナスの評価として使われます3つ目は「だらけ」は前に 名詞が入ります。動詞は入りません。絶対に名詞だけです。はい。で、最後4つ目。先ほども言ったように、だらけはちょっとマイナスの評価、マイナスの表現になりますから、使い方には注意してください。はい。では皆さん、だらけの使い方、わかりましたか ぜひ、えー、皆さんも実際に例文を考えてみてくださいそして実際に使ってみてくださいもしわからないことがありましたらコメント欄に書いてくださいでは今日はこれで授業を終わりたいと思いますこれからも一緒に日本語の勉強頑張りましょうじゃあ今日もお疲れ様でした ではまた次の動画でお会いしましょうさようなら